皆さんこんにちは、嵐湯伏見稲荷店の木村です。今日は市場河原町周辺で昼飲みはしご酒やタイヤ京阪三条駅から徒歩4分12時オープンやから昼飲みに最適。メニューもめっちゃ豊富やった。値段もリーズナブルでせんべろもできそう。ビール350円って安くない。だし巻きふわふわ、安くて美味しくて良きでした。水場阪急河原町駅から徒歩2分、ここも12時からやってるよ。立ち飲み屋さんやけど女性でも入りやすい雰囲気。お昼からにぎわってた。店員さんがおすすめ言うてた。昼からサクッと飲みたい人におすすめ、柳小路高。ここは前も動画で紹介してるし、よかったら概要欄から飛んでね。ここの季節の果物使ったサワーが美味しくておすすめ。いろんな季節制覇したいな。ポント町酒場、ここはレモンサワー飲み放題で自分で注げるお店。600円とか酒飲みには最高ちゃう？笑い。トッピングもいろいろあって楽しそう。注意書き多すぎて笑う。ジョッキ到着。早速注ごうと思ったら樽つながれて変という爆笑。気を取り直して笑い。ジョッキかわいい。おしゃんな串カツ。トッピングに綿菓子頼んでみたら樽切れ爆笑。気を取り直して笑い。綿菓子の後にレモン注いだら甘くて飲みやすい。盛大にやらかしたごめんなさい。これまた映えなやつ。最後にデザート感覚で飲むのおすすめ。店構えもザ・京都って感じ。ポント町来たらついでにこれ見てってね。めっちゃ小さな路地に金魚とかがおるよ。飲み歩いた最後はお魚見て癒されよう。